こんにちは。今回で130回目です。前回前々回回数間違えちゃったけどね、ごめんなさい。ではね、これ早速いきましょう。タイマー、これ雪が降ったら何をする。大雪中になりました。これね、結構ねぼーっとしてるといきなりね、今のカットインボタンバイブと一緒にびっくりするよね。はい。で、今回はですね、前回作までのやつとの比較ですね。こんなところが変わったなって思いながらさ、俺打ってるからさ、ほら今リーチって言ったのはさ、19秒から20秒のぐらいだとアーツになるんだけど、今回ね21秒から20秒の時にリーチって言ったよね。そうするとこのタイマー6、5、アーツになりますからね。見てて。1、アーツ。これ熱くないんですよね。基本的にね、前回とねほとんど同じ。ちょっとね、あのこの圧がちょっと熱くなったりするとちょっと混乱しちゃうじゃんね。前打ってた人とさ、こういう風にね引き継いでてくれてるからね、なかなかね嬉しいよね。でこれ、はい。でね、ここシャン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 のね裏ボタンとかもねあるしね、前回引き継いでる。ただほら、一つ左下の保留が変化したでしょ。実写になるとね、これねハート保留になるんだけど、ハート周りチラチラっていうのは前回作だとほらタイマーからね変化した場合はハートチラチラになるよって言ってね、ハートチラチラ保留になるよってね、周りがねちょっとねそこら辺ちょっと変わっちゃったよね。うん、何の話っていうか、俺の動画ね最初から見てればね多分分かってくれると思いますって言ってる間にね、本当にほら外せましたよね。あの圧はね熱くないんだから、本当に。基本的にはそういったところはね一緒で、ちょっとしたね変化も少しはあるよっていうところをね、こうやってねもうちょっと見ていきましょう。今さ、犬がワンちゃん右下から出てきたでしょ。これがさ2の場合ね、冬ソナ2の場合、ずいぶん昔の話だよね。あの親子、ちっちゃいワンちゃんとね2匹出てくるんですよ。そうするとこれはあれになるんだよね、あれ最近ちょっとさ言葉が出てこなくてさ、脳では分かってるつもりなんだけど、あれだよあれ、そうそれですそうそうそう、疑似連ね、疑似連示唆だったんだけど、今回ないんだよねそういう疑似連の示唆っていうやつがね。ほら、あと今見た枠がさ七色に輝いてたからさ、俺さプレミアムかなって最初思っちゃったんだよね違った、普通に消えてった。っていうことでちょっとね全然ね大当たり絡んでないからね、ちょっとカットしました。大ハマり中です。はい、ではね見ていきましょう。これいきましょう。これ今回ね初めましてのねあのカットインですよね。あのカットインがね実は大当たり濃厚の場合があります。それは何かっていうとね、時代とねそのカットインのね友人がね違った場合、矛盾した場合、違和感、うん、これさ今社会人編ですよ。それなのにショートカットの友人が行きましょう、ショートカットじゃないな、学生時代のロングなカチューシャつけた友人が行きましょうって言ったら大当たりの、その逆もあるけどね、うん、はい。あとこれね、冬ソナ速報、これも新しいですね。これなったら 50% だよってね、まあどうでもいいさあのお話だよね。うん、あそこにもねプレミアムなね演出とかあると思いますけどね、俺はまだ見たことないしね。うん、まあここでね行ったらそりゃ 50% だよねと思うんだけど、さあどうだ。はい、ダメでした。ということでね、今回はねここキョンキョンキョン、はい、このねタイミングがね今回も絶妙にいいよね。これね行きましょうっていうのをね、これがねそう学生の友人のカットインの場合はね、今社会人編だからね大当たり濃厚だよっていうお話でした。ではね今日はねこの辺で。全然当たってない最近。当たればいいっていうね動画じゃないんですよね俺の場合はね。当たんなくても動画作っちゃうところが変かな、変だよね。まあここまで見てきてくれてる方ありがとうございます。本当に本当にレンチャンね見せたい。友人、タンパク質で髪伸びんの早い。